ネオンデーモンは2016年のフランス・デンマーク・アメリカ合衆国のサイコホラー映画。監督はニコラス・ウィンディング・レフン。主演はエル・ファニング。ロサンゼルスを舞台とし、美貌と若さを兼ね備えた少女が嫉妬が渦巻く、ファッションモデル業界に飲まれる模様が描かれる。ファニングのほか、カール・グルスマン、ジェナ・マローン、ベラ・ヒース・コート、アビー・リー、デズモンド・ハリントン。 クリスティーナ・ヘンドリックス、キアヌ・リーブスが共演する。フランス、デンマーク、アメリカ合衆国の合作であるネオン・レーモンは、レフンのドライブとオンリー・ゴッドと同様、第69回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門でパルムドールを争った。アメリカ合衆国では2016年6月24日にアマゾンスタジオとブロードグリーンピクチャーズ配給で、 劇場公開された。約700万ドルの制作費がかけられたが、工業収入は300万ドルほどで終わっている。括弧内は日本語吹き替え第69回カンヌ、国際映画祭でプロモーションするニコラス・ウィンディング・レフン、監督。2014年11月3日、レフンの制作会社である、スペースロケットネーションは共同有志者である、拷問者とワイルド、バンチと共にレフンの次回作。 ザネオン・デーモンを2015年初頭にロサンゼルスで撮影予定であることを発表した。カンヌ国際映画祭でのエル・ファニング。2015年1月6日、エル・ファニングが主演のモデル役で映画に加わった。1月29日、アビー・リー・カーショーがサラ役でキャストに加わった。2月5日、キアヌ・リーブス、クリスティーナ・ヘンドリックス、ジェナ・マローン。 ベラヒースコートの出演が報じられた。3月17日、カール・グルスマンの出演が報じられた。さらに3月30日、デズモンド・ハリントンが加わった。主要撮影は2015年3月30日にロサンゼルスで始まった。音楽にはドライブでもレフンとコラボレーションしたクリフ・マルティニスが起用されており、彼はネオン・デーモンがそれと類似したスタイルであり、 音楽も同様なまばらな電子音が求められていると述べた。彼はインタビューで映画の前半は哀愁の花びら風のメロドラマ、後半はまるで悪魔の生贄だと語った。サウンドトラックは70年代と80年代のエレクトロニックミュージックを強く彷彿とさせるものとなっている。サウンドトラックは2016年6月24日にデジタル版、7月8日にミランデコーズより、 バイナル版が発売された。シアは映画のためにオリジナル曲ウェイビンググッバイを書き下ろした。2016年5月24日、マルティネスはネオンデーモンのサウンドトラックによりカンヌサウンドトラック賞を獲得した。2015年11月、アマゾンスタジオがブロードグリーンピクチャーズをパートナーとしてアメリカ合衆国での配給権を獲得した。フランスでは ザジョーカーズが配給権を獲得した。デンマークではスキャンボックスエンターテインメントが配給権を獲得した。ワールドプレミアは2016年5月20日に第69回カンヌ国際映画祭で行われた。フランスでは2016年6月8日、デンマークでは6月9日、アメリカ合衆国では6月24日に封切られた。批評家からの反応は 三比両論であった。カンヌ国際映画祭での上映の際は、レフンの前作、オンリーゴットと同様、ブーイングとスタンディングオベーションが入り混じった反応であった。レビューアグリゲーターサイトのロッテントマトズでは二百十四件のレビューで、支持率は五十八パーセント、平均点は六十となり、ネオンデーモンは魅力的だが、ニコラス・ウィンディング・レフンの自信あるげな目は、 未開発のプロットや薄いキャラクターを補うことができて、いないとまとめられた。メタクレッティックでは45件のレビューで、過重平均値は51、100となった。フランスの映画誌、カイエ・デュー・シネマでは2016年の映画で3位に選ばれた。ありがとうございます。